皆さんこんにちは。室井家園地の野鳥たち、10月から12月までの写真をご紹介したいというふうに思います。これは渡りの時期でもあり、鳥がちょっと見当たらない時期もありましたけれども、その間に撮影したものをお見せしたいと思います。もう12月に入るとね、いろんなのが出てきましたけれども、白石嶺ですね。白石嶺は奇石嶺とかセグロ石嶺と同じ近いところに住んでおりますね。まあ、私が室井家園地で見るこの白石嶺は近くにセグロ石嶺やら奇石嶺もいる、同じ場所でねよく見かけます。でこれはもう街中でも見られますよね。公園なんかでも道路のでなんか漁ってたりね、用水路のところにいたりとかで、まあおなじみの鳥ではないでしょうか。それから四十からですね、これも非常によく見る鳥でありますね。四十からっていうのは大体日本を含めて東アジア、ロシア極東に分布してるんだそうです。日本ではこれ流鳥として一年中いるんだと、こういうふうなことであります。で四十からはオスとメスの見分け方が僕は分からなかったんですが、調べてみますとですね、喉からお腹の下の方に向けての黒い縦線があるんですけども、オスの方はメスと比べると非常に太いと、でメスは細いということのようであります。この写真ではちょっとね分からないんですけれども、前から見ると分かるだろうということです。それから雑食で果実、種子、昆虫、クモ類などを食べるんだそうです。木の上でもね、いろいろなんかツンツンしてたり、あるいは地面に降りて餌をね探したりしてる光景はよく見られますよね。はい、冬鳥のもうね代表格のルリビタキのこれはオスになります。これはちょっとねもう日が陰った頃に写したのを少し明るくしてるんですけども、目の前の近いところに止まってくれたので大きくね写すことができました。羽毛の様子なんかねちょっとよくわかるんじゃないかなというふうに思います。次がルリビタキの同じくメスだろうと思うんですけど、メスか若鳥かというところなんですけれども、なかなかこの見極めが難しいんですけれども、メスの成長と比べるとオスの若鳥というのは翼がちょっと青みがかっているということなんですけどね、ちょっとこれもわからないですね。で体側面や尾羽の色味が強い、オスの上面が完全な青い色になるまでには2年以上かかるということなんで、この前のね、これなんかはもう2年以上経ってるということなんですよね。はい、はい、そして次もルリビタキです。これもちょっとねキュートな感じで撮れたのでご紹介したいと思います。ちょっと緑のね草がかぶっているんですけども、かわいいルリビタキであります。それからですね、山柄ですね。山柄はもうねおなじみでずっと一年中見れるんじゃないかなと思うんですけど、だいたい3月から6月ぐらいに卵を産むんだそうです。だいたい春の時期に卵を産むという鳥はね多いようですね。それからエナガですね、ゴルフボールみたいな感じでね取れましたけれども、エナガは結構ねこの室井家園地でも群れでねよく見かけますね。日本では瓢鳥ということ、流鳥または瓢鳥として生息するということ、渡りはしないということなんで、年中私は同じ場所で見るのでね、これはあそこの室井家園地のこのエナガは流鳥ということになるんでしょうね。次もねちょっと羽ばたいたところなんですが、これも可愛いなと思ってご紹介したいんですけども、次は青地ですね。青地もよく見かけますけども、結構ね人間の姿を見たりすると藪の中へさっとこう入っていってしまいますよね。ちょっと離れたところからだとこういうふうな姿も映すことができます。スズメぐらいのね大きさかな。それからこれ白原なんですけども、
白原っていつも地面をつついているんですけどね、まあ、この時はやっぱ木の上に上がってこの木の実をね食べてるのを目撃したんですよね。でまあこれを撮ったんですけども、結構人間がいたらすぐに藪の中へねこの白原も逃げてしまいますよね。それからもうちょうど冬ということでおしどりがね室井家園地のこの室井家に来てるっていうのを聞いて早速行ってみたんです。そしたらね確かにねおりました。まあこれちょっとの距離がね離れていたんですけれども、まあ望遠を使いまして映しました。オスの方がね派手なんですけども、メスの方もねよく見るとね非常に可愛いですよね。この12月のもう終わり頃から2023年の1月までずっと通って、まあいろんなね動きのある写真もね写しましたので、またご紹介したいというふうに思います。これまあ群れでいるところです。である日は30羽ぐらいかな一斉にバーッと飛び立つところを目撃したんですけど、それね写真撮れなかったんですよ。だからまた機会があったらそういうのを撮りたいなというふうに思っています。以上、10月から12月までの室井家園地で私が見た、鳥たちの写真をご紹介しました。どうもご清聴ありがとうございました。